はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ、ついにですよ。そろそろ長い旅にもメドが立ってきました。この家の外周、今スチールウォールなんですけど、こっちだけちょっとコンクリートです。で、他はほぼスチールになってきました。なんでね、地下に降りて取ってきましょう。残りのスチールを多分今回で完成すると思います。外周に関して、いやー長かった。これは長かったよ。疲れたよ。これはまさかね、まさか家の強化がこんなに大変だと思ってもいなかったよね。もうちょっと軽い感じで、ああ、じゃあこの家強化してみようか、面白い家だし、つって始めたんだよね。そしたらなんと、まあ、鉄の空量は半端ない。ブラックホールかってぐらいに鉄の消費してったよね。結局トータルいくつ消費したのか分かんないけど、家は強化するもんじゃない。建てるものか、建て直すものだね。リフォームしちゃいかんっていうのが教訓でした。あ、こっちやね、こっちや、ね、まずここやろ。こっち、これは絶対足りるでしょ。これクイーンクイーンとか言い出したら俺もへこむから。足りない。なわけないわ。足りないわけがない。あれ？ちょっとだけ焦ったかな、今。あれが足りないっす。コンクリートじゃなくて、カーボストーンっぽいやつ。これ、カーボなんちゃらロック、カーブルストーン、カーボストーンロックでいいんだと思う、多分。まあ、丸石だよね、確か。ほら、来たよ。てん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 。オッケーよ。じゃあ見えるところ強化していこうか。よし。で、こっちも？こっちやってあるよ。こっちもだね。本当はさらにもう一段下もあるんだけど、それは今はいいかな。必要になったら後でやる。どうだ？これでいいんじゃないの？こっちに床もやっちゃう？これでスカスカのベランダが出来上がるよ。スカスカで強固なベランダが出来上がった。そしたら、あとはこれかな。あ、これちげえ。これ、あれだ、フェンスだ。この柱を強化していくか。なんか HP が出る。他見えるの気になるよね、こっちは。こっちだけちょっとやっとあげようか。待って待って。びっくりした。何の音かと思って、マジびっくりした、今。強化したから、下の水脈がちょっとリセットかかったのか何なのか。水の流れる音が始まりました。焦ったわ、今のマジ。何が起きたかわからんかったからね。なんちゃらストーンかない。あれって粘土必要じゃなかったっけ？粘土ってこれ持ってきてないよね。
予備があれば良いのだが、予備なんぞなかった気がするよ。ちょっとだけあった気がするけど、ないね。寒いね、寒いね、寒いね、寒いな。暖房つけたいな。コンクリートミックスじゃあないんだよ。コンクリートミックスだな。じゃあなくない。あ、なんか落ちた。なんだっけ。そう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 。あれを探してた。年々同様。じゃあ。来た。120。これぐらいあればいいんじゃないかな。石がない。あるでしょ。よし。これこれ。これが欲しい。ああ、十分。十分だよ。これぐらいは強化できるから。もう早く作っちゃってよ。よし。これもう回収しちゃっていいね。これどうしよう。あかん、これで。弱そうだけど。ああ、そうね。やる？鉄いっぱいあるし。ちょっとだけ怖いから、あれ。スチールインゴと足りない気がして怖いから、こんだけちょっとしまっといていい？多分足りないよね、これ。ああ、なるほど。分かった。待っとけ待っとけ、お前ら。本当に来るか、こんな時間に。俺、フェラル来いなんて言ってねえし。確かに、フェラルが来ない限りは、しまよってフェラルが来ない限り完成しますでしょう、みたいなことは言ったけど。本当にこんなにいっぱいゾンビ。来なくていいから。足折れてんだからね。あ、治ってるね。うわ、うまい。は？アホでしょ。何もんなんあったら。何、新築祝い。そうなの？リフォーム祝い。みんなリフォーム祝い。セシカの家新しくなったよって言ってみんなに来たわけ。嫌がらせだわこいつら。絶対嫌がらせだわ。やばいわ。一定し。マジ最悪。マジ重罪だわこいつら。マジか。それはないわマジで。いや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 。マジ何しに来たしお前ら。中壊してないだろうな。だいぶ殴ってあるしこっち。マジひどいわ。感圧板とかねえのかな。感圧板だったらゾンビでも反応するかダメだな。押しボタンのスイッチが押し。ちょっとだったら自動で閉まるやつ。感圧板でいいか。感圧板内側に置いとけばいいのか。あ、鉄弾ね、やっぱり。あーもう。あ、そうだ、いいんだ、ちょうどいい、これやろう。俺これやりたいなと思ってたんだ。
できないね。できないな。お、できた。できないか。無理か。ダメだったね。一箇所だけだったね、できたの。とりあえず取って。どうにしまったよ、ここか。足りない気がする。いい、違う。あれ、取った、取ったね。取ったね。カボストーンはいいから。コンクリートミックスを作りましての。結局1個だけだったから成功したな。どうよ。完成じゃないもん。いいんじゃないこれで。これで完成でいいんじゃないですか。ちょっと物足りないとこある？大丈夫？水流れる音するし、いいんじゃないでしょうか。ちょっと地下降りてみようか。あーね、あーね、まだ壁白いね。そうですか、そうですか。そう、あっちよ多分。こっちがいろいろと問題起きてる場所ね。見てこの鉄パイプ、鉄パイプ壊れたから多分こんな流れてんだよ、いっぱい。仕方ないわ。貯水槽だから俺の家の地下にプールのある家。あっちが足りてない。ポール、おー L、 これか。まあ3個ぐらい作れば4個作れちゃうのね、一気に。どうしようかな。一旦スクラップちょっと多すぎるからしまって、スクラップをしまって、このゴミをしまって、しまって、これもしまって、こんなごつい家になった。諦めるのかと思ったらさ、みんなでみんなで遊びに来てたし。家ガラスだ、家ガラスだわ、ほんと。これできた？よーし。左。よーし、こいつで。あー、パーフェクト。パーフェクト。こっちはもういいね。こっちだね。なんで壊れたのか知らんけど。あ、俺もともとないわ、こっちは。じゃあ完成じゃないですか。オッケーね。うん。今日殴られたとこも修理して。いいんじゃない？こっちどうなってんだっけ俺。外打てるんだっけ？打てるね。いいね。これこの感じいいんだよね、窓。どうなってんの？あー、壁があんだ。そっかそっか。あ、ちょ待って。お前、俺攻撃されてるのダメだって。うわー、消費半端ねー。殴られまくってるから。玄関の床もね。こっちもやばいやん。
はね、これにしちゃダメでしょ。家の中まで。ここまでだよな、せめて。せめてここまでで、あとコンクリートぐらいだよね。コンクリート屋にしよう。ああ、これは掃除しやすくのキッチンじゃないですか。完成だわ、完成。外装完成。こんなゴミなんていいから。ゴミは処分しましょう。オッケー。ガラス拾っちったよ。床が汚い。ダメだ、これもう。もう床コンクリートコースだ、これ。鉄なくなっちゃった。よし、まあいいんじゃないね。ここもともとあれだったところは全部コンクリートになって、これもゴミも払っていいんじゃない。しよっか、これも強化して。あ、強化しちゃった。まあいいか、いいか。いや、いいんじゃない。こっちなんか壊れてるけど、暖炉っぽいの壊れてるけど。いやー、ついにできましたよ、外装。いかがでしょうか、ビフォーアフター的な。本当庭もやりたいんだけどね、気力がないかな。フェンス、ウッドフェンスでいっか。ウッドフェンス置いてみよう。ガラスがあるし、ウッドフェンスでよくね、外なんて。鉄である必要なんかないわ。許可できないっけ。できないな。鉄である必要ないわ。ちょっと本当は鉄の方がいいけどさ、ないんだもんだって。いや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 、やりたい、やりたい。でも眼政府って半端ないよね。ゴッカ、ゴッカスプリング、10個は作れるな。10個は作れるな。スプリングって、あ、レシピはないんだ。レシピはないんだね。1、2、3。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。足りないな。足りないか。まあいっか、諦めよう。ちょっとバカなこと思いついたけどやめときます。というわけで今回ここで一旦終わりたいと思います。無事外周完成しました。次回から内装やるか、ちょっと外やるか、完成度を作るか、まだ何も考えていませんが、とりあえず一段落だね。
ああ、よかったんじゃないの？あと内装やんないといけない、やっぱり。コンクリートひどいわ。ね、こっちもこうやって、開け閉めできる窓ができたし。ああ、涼しい、涼しい。風通し、あ、風通しってどうなってんだっけ、この家。ああ、風通し悪いな。今度、風通しよくしよっか。ね、というわけで、じゃあ今回ここで終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画や他の動画を見ていってください。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。